皆さんこんにちは。改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンス改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。はい、改造車スタイリスト飯村です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら、はい、ボンドチャンネルのカスタマイズ紹介初登場ローマということで、ローマです。これ車も気になるところなんですけど、うん、またいつものごとくオーナー様のところに触れておきたいんですけど、はい、過去のお車を聞きまして、はい、びっくりしました。そうですね、はい、そうですね。なんと以前、はい、ボンドチャンネルでご紹介させていただいた、はいはい、フルマンソリーになってる、はい、812スーパーファーソン、はい、スタロンのオーナー様の、そうです、まあ、別のお車ということで、はい、これもう両方がつながらないんですけどもうなんか対局だよね、はい、もう真反対みたいな。究極系のやりきっちゃった車と、ああ、うん、もうなんか見たことない色の見たことない仕様のローマということで、はい、こんな車を今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、でまず、うん、色がすごくないですか。そう、812のスタローンをお乗りになってるぐらいの方なので、今回どうしましょうかっていう話、やりきりますかやりきりませんかみたいな話になるわけじゃない、はい、でその時に、実は色をさ、色をその、まあ、ディノ 246GTO かな GTB かな、昔のフェラーリの色を復刻して塗ってもらったんでっていう一言ワードが出たわけ。そうなんですか。そうで、だからどうしようかなって思ってるって、まあこの状態にもちろんマンソリーを組むっていう想定も一案としてあったんだけど、この色なんでやっぱこの色を生かしたいなというふうに、僕は商売気がないんで商売気がない僕からすると、はいはい、まあ、どちらかというと そっちよりも生かしたいっていうのがあったんで、今回はさらっといく形になりました。これオプション一覧 のプレートを見させてもらったら、うんうん、なんとオフカタログと、もうオフカタログ満載だった、ね、はい、ということで、うん、カタログからの外の、はい、カタログからない色ということで、はい、これがまずソリッドなんですよね。そう、ソリッドなのよ。で紫紫って聞いてたんだけど、実際紫っていうよりも小豆色っぽくないよね。僕も小豆色だと思ったんですよ。いわゆるもうちょっと紫色って聞くと、うん、もう鮮やかな方を想像するじゃないですか。そうそう、まあ赤紫青紫ありますけど、うんうん、なんかどっちにも当てはまらない、まあ、どっちかっていうと赤紫なんでしょうけど、うん、あんまり車の色で見たことないよ。そうね。でソリッドなんで当然パールもメタリックも入ってないじゃないですか。だからめちゃくちゃクラシックに見える。そうそうなの。これすごいなと。すごいかっこいいよね。これだから街で走ってたら振り返りますよね。何あれ何って、はい、うん、でこれまたこのボディカラーがこのボディ形状にめちゃくちゃ合ってる。合ってる。そう、合ってる。296もローマもすごいクラシック回帰したシルエットじゃないですか。っていうのもプレスラインがもうほぼないんですよ、うんうんうん、本当にヘッドライトのこのシュッっていうところとサイドの下側にシュッって入ってるだけで、うん、そうだね、ボンネットにくっきりラインが全くないんですよ。だリアフェンダーなんかも思いっきりクラシックなの、めちゃくちゃ古いフェラーリのシルエットじゃないですか、うんうん、だからもう なんか不思議な感じが。そうね、そうだヘッドライトなんか LED なのに、はい、なんかすっごいクラシックに見えるっていう。そうですね。そう、これはなんかもう面白いっていうか、うん、なんていうんですか、すっごい遊んでる感じが、うん、はい、うん、すごいの選びましたねっていう普通選ばないよね、はい、うん、っていうのはやっぱりこう別の対局の車を持ってるからこそできるところなんだろうなっていう。でその辺もあってか、うん、カーボンパーツ一切ついてない。そうだからやっぱりこういうクラシックな色味の車はできるだけやっぱカーボンってない方がいいと思うんだよね。確かにクラシックって昔ってカーボンないですもんね。ない。そうそうそう、だから少しちぐはぐな感じが印象として受けちゃう可能性がある。そう、もちろんそれをあえてわざととかね、うんうん、そういうパターンももちろんあるとは思うけど、まあ、できることならない方が成立というか正統派というかするかな。何でもつければいいっていうもんじゃない、うんうん、はい、というわけで本当にカーボンパーツもない、はいはい、非常にシンプルな、はい、そしてここも同色ということで、そうここもカーボンがあったりシルバーがあったりしてるんですよ、うんうんうん、でこの辺も、はい、まあ、シルバーでもちょっといいかなと思ったんですけど、まああえてね、確かに、はいはい、うん、まあ、その辺さじ加減でもいろいろできる、はい、そしていいですか今回よく買ってきて。早いね、早いね、はい、まあ、早いですか、はい、いいよそしてこの車に履かせたホイールがこちらということで、はい、これも飯村さんのインスタで僕先に見たんですけど、はい、びっくりしました。あら、そう、はい、ほう、これかと思って、ほう、はい、いや俺の中でもこれしかない
いやもうなんか難しくないですか。そう相当悩んだ正直、うん、なんかポリッシュで行くのかブラッシュで行くのか、うん、まあ、全体的雰囲気ですよ、うん、なんか色付けのホイールで行くのか、うん、っていうところで、うん、この真っシルバー真っシルバーそうだからもうなんかクラシックのレベルがあるとしたらもう本当にマックスに近いぐらいもうクラシックに寄せてる車、うん、そうそうあえてなんかこう新しいところを取り入れて、うん、こうなんていうんですか、うん、新しい組み合わせを作ってるんじゃなくて、うん、もうこれだよねっていうそうそうなのこちらのホイールそうこれは HRE の、うん、ヴィンテージ 505M モノブロックスだからもうヴィンテージのシルエットにヴィンテージなボディカラーに、はい、ヴィンテージなホイールそうですそしてフィニッシュももう本当にもう真っシルバー真っシルバー、はい、もう言ったらカラーもだからヴィンテージですよねそうですそうですということでこちらが、はい、しかもワンピースなんですワンピースそう3ピースっていう想像もしたんですがやっぱりその今回のこのローマっていう車自体が車高が落ちきらないマグネティックライドがついてるオプションでついてる車は純正で車高調今まで通りマグネティックライドがついてない車に関してはノーマル形状足がねなんでもうダウンサス入れたらそれ以上もそれ以下もありませんみたいななんで落ちきらないのは想像がついたんでまあ落ちきらない車に3ピースっていうよりもまあ、より大きく見えるワンピースを履いてそんなにこう低めじゃないほどほどの車高で収めた方が収まりがいいかなと。あーなるほど、うん、なんかむちゃくちゃ格好つけてる感じじゃなくてなんか本当にバランスを整えるぐらいでそうもうでもそもそもはそのマグネティックライトがオプションっていうとこびっくりしたそうねモード切り替えしても足回りの硬さが変わらない変わらないそうそうなんであんまりついてる車もないっていうことでそうほとんどが普通の乗り心地が変わらないショックとバネの組み合わせそういうことです車がなんかすごい久しぶりの GT カーらしいですよねローマとか296って、うん、だスーパースポーツとかレジウムカーじゃなくて、うん、あくまでその日常で使えるフェラーいやものすごいちょっと試運転で乗らさせてもらったけどものすごい乗りやすいよねものすごい乗りやすい、うん、普通に乗れる車だとでやっぱり足元もだからその頑張りすぎないというかはいもうこう背伸びしすぎないそうさらっと、はい、もう本当に普通に足で乗ってますよっていう感じのこちら、うんうん、そして今回割とフラットですねやっぱりワンピースそうだねやっぱりフロントはもうキャリパーも大きいし、はい、形状的にワンピースなんでワンピースとりあえずパッドのセンターパッドの厚み変えられないので基本的にはここ一緒なのそうなのそうなのなるほど、うん、なんで、フロントはフラットのディスクになりますこれもう HRE が一番最初にスタートした時のデザインそういうこと、はい、林レーシングからのそういうことです、はい、44年前ぐらいからあるデザイン、まあ、もちろんそのサイズが大きくなったりとか微妙なデザインの違いはありますけど、うん、もうこの腰型の、はい、もう本当に王道っすよね王道なんかめちゃくちゃクラシックだし、うん、めちゃくちゃかっこいい、うん、でセンターキャップも定色で、はい、ビレットのオプションのセンターキャップになってます、はい、でこれ色入れちゃったりしないのもまたクラシックな感じが、はいあとは HRE ってやっぱりいろんなとこかっこいいと思うんですよいろんなとこがかっこいいねこういう微妙な R だったりこのフランジの形だったり、ね、フランジもこう丸くこうなんですかラウンドしてるんじゃなくてちゃんとカクカクカクっていう、はい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 、そういうなんか細かいところがねとこめっちゃうまいですよね上手だ本当になんか似たホイールでもこの雰囲気出ないんですよ出ないであと塗装のクオリティがやっぱりズバ抜けてるなっていういいいい、うんそれ40年続いてるっていう45年ですか、うん、もう40来年で5年、はいはい、っていうところなのかなっていう、うんうん、もう本当に感心しました素晴らしいと思いますそしてタイヤは今回これ今回そうす、はい、それもねすごい悩んだの正直その両方用意したミシュランもピレリも、はいはい、両方用意してどうしようかなっていう最後悩んでピレリにしましたそれはやっぱりこう、はい、新しく見せるんじゃなくてもう定番のというか王道のっていう感じなんですか、っていうよりも、タイヤの張りをどっちに持ってくるかっていうところ で今回も、まあ、あんまりこの車ってやっぱりそのホイールを履いてない実績的、はい、世界的にあんまり多くないというか、まあ、もちろん履いてる車もいるんだけど台数が少ないんでそのデータがあんまりないのその中で、まあ、ホイール作ってってで車高も落ちませんあまりねで出面どう持ってくるタイヤの張りどうするってなった時に車高があんまり落ちない車がタイヤ引っ張ってるとかっこ悪いじゃんあ確かにでもタイヤ張りすぎてもかっこ悪いじゃん、はいはい、なんでその絶妙なそのタイヤの立ち具合を
考えたらピレリが一番ベストかなと思って今回ピレリに。あえてこうミシュランのチェッカーフラッグが今っぽいんで、ピレリ。まあそうね、そうね、そういうのもあるかもしれない。うん、で絶妙なここのデザインってタイヤで全然違う。全然違う。そう。もちろんここの模様もそうなんですけど、このリムガードの張り出し方とか、でも全然違うじゃん。全然違う。だって幅も同じ例えば245だったら245でも、メーカーによって全然違う。全然違う。もうポルシェ純正なんかもこうなっちゃう、同じサイズもなっちゃうし。逆にもピレリのなんか車外なしってもうすごくこう、細くなったりもするんで、まあ、ここに関してはもう経験値ですよね。そうね、これに履かせるとこうなるんだっていうの分かってないとこれできます。で今回はやっぱりこう世界的にもまだ手数少ないんで、はい、全部計測してですよね。してません。あ、してないですか。そう、計測しなきゃいけないものに関しては基本的にデータがない車、キャリパーのデータがないメーカーに、ね、ない車は計測しなきゃいけない。え、オフセットもじゃあ計測しないで注文してるんですか。はい。あ、そうなんすか。はい。ローマ用でってことなんですか。はい。あ、そうなんすか。はい。で、このバッチリですなんですか。はい。なんかアメリカってなんかこう若干甘いフロントが飛び出てて、はいはいはい、リア引っ込んでてってイメージなんですよ、はい、僕、はい、でつい先日行かせていただいた狭小でもそういう感じだったんですよ、はい、フロントがちょっと出てて、うんうん、リアが少し引っ込んでて、うんうんうん、でまあ、普通の人から見ればまあって感じですけど、ドリシャっぽいよね、はい、うん、だからもう各店店長と行くと、うん、やーねーなーとかって言うんですよ、うんうんうん、と思ったらこれメーカー指定でこうなってるんですよ。メーカー指定じゃないです。メーカー指定というか HRE 指定で。指定じゃないです。あ、じゃないんですか。はい、僕が指定しました。え、じゃあ飯村さんが指定してんじゃないですか。指定しましたよ、はい、でもマッチングが取ってないです。あ、そうなんですか、うん、え、測ってもないですか。測ってないです。え、じゃあどうやって頼むんですか。それは秘密です。え、継続しないでこんなもんだっていうふうに頼んでるんですか。こんなもんなんて、その適当に頼んでるわけじゃないよ、はいはいはい、いろんなデータをかき集める、いろんなデータをかき集めて、はい、ここだっていう、はぁ、針の糸を通すんですよ。だって見てください、本当にツラツラになってる、はい、しかもこの R がこうすごく複雑にフェンダーね、そう、すごい R の形がね、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 本当こうにも出てるし、こうにも出てるし、そうなの、そうなの、これじゃあどこに合わせるのっていうことなんですけど、この一番頂点のところでしっかり合って、はい、ピタッと。え、これ測らないで注文して、これできんすか。できます。はぁ、あ、僕はできます。だってホイールによってこのフランジの形もさっきも言いましたけど違うじゃないですか。違いますね。フランジでじゃあこの位置にこうフランジが出るようにって測っても、うん、結局フランジの形が変わっちゃったら、そうなのよ、引っ込んじゃう車もあるし、そう、カールリムとかでこうステンレスのかぶせてあったりすると出ちゃう車もあるじゃないですか。ありますね、はい、どうやってるかは内緒です。こんな感じのフロント周り、はい、そして横も全部カーボンパッドないんです、はい、なしです。これ続けて紹介するとリアも全部ないということで、はい、なしです。めっちゃシンプルですね。めっちゃシンプル。ただ逆に本当にボディカラーがいいって。そう、だから本当にこのボディカラーを生かすためにこのホイールを持ってきた。というわけでこの辺も、この辺ミラーのつけないグロスブラックだったりするんですよ。ただこの辺なんですよ全部。これさ、でもさ、はい、ごめん、ないのね。ないの。あ、フェンダーのすか。あるんだっけ。いや、わかんないですよ、そんなの僕に聞かないから。レスにしたのかな。レスできるからね。はい、うん、だそうなんですよね。レスにされる方いらっしゃるんですよ。いる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 。いや、ここがシンプルな方がいいよっていう、うんうん、というわけでここもないく全部この R の、はい、スルッと。これすごいっすよね、だから本当に、うんうん、だからなんでこんなにデザイン性の高いローマとか296がまだこうホイール配帯カスタマイズした車が少ないんだろうと思う。なんでだろうね、本当。で車もめちゃくちゃ評判いいんですよね、乗ってる方は。めちゃくちゃいいよこの車。乗りやすいし快適だし、うんうん、でしかも内装の電装品に関してもう今時の装備全部ついてるんですよ。全部ついてる。だからペライダーがこれがないんですとかっていうのもなく、うんうん、はい、全部タッチパネルですね、はあ、というわけでこんな抜群のプロポーションから、はい、このリアホイールは定番の1インチアップ、はい、22インチが、はい、そしてフロントと違って少しコンケーブしてるんですかね。そうね、結構この角度から見ると、はい、反ってる感じが、まあ、立体的に見えるかな。正直者土屋、あえて言っていいですか。どうぞ。いや、もう少し下げたくないですか。下げたい、はい、ただこれ構造上限界なんですよね。ロベルタさんのリフティングを入れると、はい、ショックも変えることになるので、はい、下げられます、はい、だからそれをやるしかない、逆に言ったら、うんうんうん、だ今非常に選択肢が少ない。少ない。だ今後もしかしたらいろんなものが出てきてこう調整できたり、もしかしたらね、そのノーマル形状からアジャスタブルに変えられるようなものが出るとかいうのがあればいいけどね、
まあ、あとは距離薄なんで走るともう少し多分、まあ、若干馴染んで、馴染んで下がったりとかもすると思うので、うんうんうん、まあ、走行距離、まあ、100キロありますからね。100キロなんてオドメーター100キロなんてほぼ新車じゃないですか、はい、というわけでこんな感じのリアも、はい、リアもいいっすね。リアいいね。そうなの、今回その 12J にしたの、半 J 落としたの。そうなんだ。そうそうそう、いつも 12.5 にするんだけど、はい、そのリアは半 J 落としてタイヤを立たせるようにしたの、わざと。って言っても純正285かなんかですよね、確か。かな、はい。でもいつもの335履いてるでしょ、はい、うん、というわけで迫力のリアになってる、はい。そしてあとはキャリパーなんかもシルバーなんですよ。そう、黄色とか定番じゃないですか、赤とか、はいはい、このボディカラーなんで、はい、黄色ない、入れないっていう、はい、というわけでもう本当にホイールとも合ってるし、そう、もうこれエロくないですか、本当に、はい、こんな感じの足元になって、はい。そしてあとは先ほども触れましたけど、はい、リア周りも全部カーボンパーツなしということで、なしで。これこのボディカラーのテールランプなんか一体感がすごいですね。確かにね、なんか同じ色みたいに、はい、同じ色になってるね。同化してますねこれ、うんうんうん、ウイング形状のまんまテールランプになってるのも、そうね、そうね。だフェラーリって本当にそのカタログ、オフカタログのカラーとか、うん、まあ、テーラーメイドのカラーとかっていうと、うん、もう車の作り方も無限大じゃないですか。無限大だ、もうかっこよさ もう無限大だなっていう。そう、こんな色あるんだみたいなね。でもこんな風に車が遊べるというか、うん、こんな作り方もあるんだっていうのを今日本当に再確認しました。本当そうだね。さあ毎回恒例内装もカスタマイズしてないのにチェックするという、はい、でこれもまずローマン、これがこれ、ね、これ、ね、奥に工程入れるんです。そう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 、そして開けるという、はい、でこれスイッチなんですね、ワイヤーで。スイッチです。そして内装は外装とまたガラッとイメージが、はい、そうね、変えてあるんですよね、これ。そう、あえての変えてある感じですよね。外装と違ってカーボンパーツふんだんに使ってて、うん、シート、このレザーも明るめの色、うん、はい、あとは青が差し色で入ってるって、入ってる、うん、外装青を使わないで、うん、内装の本当にポイントポイントだけ、うん、だ内装もだって青を使おうと思えば、確かに、あのシートのセンター全部青とか、そう、ね、ダッシュの下が青とかって別にできるじゃないですか。2トンの車も割とフェラーリなんか多いじゃないですか、うん、の中、うん、本当に差し色でシュッシュッって入ってる、うん、そう、だそれ多分なんですけど、その内装 その近代的な装備と、うん、このデザインとに合わせてあるのかなっていうのはちょっと思いました。まあそうだよね、これだけ内装のもう作りが近代的なね、ここはもうどうしようもないからね、そこにクラシックなシート、例えばなめしたシートとかもちろんありだと思うんだけど、まあこういう方がさらっとこう快適に乗れるんじゃないかなと思って。こんな感じの全部ついてますね、オプション。でもさ、このクレマのアルカンターラがものすごい気使うよね、こっちからすると。そうですね、預かる方からしたらもう、すいません、ちょっと先にガードさせてもらっていいですかっていう。でこれあの一回汚れちゃうとなかなか綺麗になるのということで、ダッシュの下もあの、はい、アルカンターラだから。なるほどなるほど、そう、はあ、これまたすっごい遊んでる感じしますね。するね、外装からの内装がこれだからね、めちゃくちゃおしゃれで、めちゃくちゃおしゃれ撮ります。じゃあ最後にやりますけれども、はい、ローマ本当になんかいいなと思いました。そう、あのさらっとしててね、うん、まああの屋根は開かないけど、はい、すごくこう気軽な感、まあ、気軽じゃないんだけど、気軽な感じが、肩肘張らない感じがいいかなと、うん、なんかちょっと小粋な感じで乗るというか、うん、と思いきや、うん、あのマンソリーとかも出てるんですよ。出てます、はい、だこれでやりきりたいっていう方は そういうこともできるっていう、うん、結構こう幅広く、はい、いろんなカスタマイズが楽しんでいただける車じゃないかなと、はい、だから今後増えてきそうですよね。そうね、まあ、実際その車は多分売れているんだけど、だ供給が追いついてない感じなのかどうなのかっていう、おそらくアメリカあたりが、うん、はい、率先してどんどん増えてくる感じになると思うんですけども、はい、まあ、その辺に負けない車もぜひ作れると思いますので、はい、ボンド名古屋までご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。